フランソワ・ガブリエル・レポールは、フランスの画家。1804年1月21日、ベルサイユに生まれる。美術学校で学びながら、ジャン・イコール・バプティストルニョーやオラース・ベルネラに支持する。1824年に、初めて作品をサロンに出品する。レポールは以後、スペインやイタリア、アフリカ、トルコなどへの旅をしながらも、毎年サロンに作品を出品した。1855年、 皇帝ナポレオン三世の強力な支持で進められた第一回、パリ万国博覧会では、聖ルノーの肖像が出展された。フランソワ・レポールが、ウージェーヌ・州の肖像をレポールの作品は、様々なジャンルに及んだが、中でも多くの肖像画を残しており、ナポレオン三世やモンテスキュー、イザベル・女王、ロス・チャイルドのライオネル・男爵など著名人の肖像画が、ベルサイユ宮殿美術館に展示されている。 アンテアユアディーアパルトマン・ルイス・フォーティン・ラ・コケット、フラス・キャテイン・エヌ・ハビッツ・デフェット、ビューデ、パリラ・レブーズ・イタリエンヌ・ラ・マンドリン、英雄・バルデール、プラ・シャクニシェソイ、セーヌ・フラマンド・レオ・ダリスクス・エ雄ベイン、L、アンテアユア・ジュハー・レム・ L、エスクラーバ・フェーバリット・ L ・インディシジアン。ありがとうございます。